こんにちは、ネックス工業へようこそ。各分野で脱中国が進んでいますが、日本が次世代半導体の輸出規制を打ち出したことについて、世界から称賛の嵐となっています。中国といえば、安くて豊富な労働力を武器に製造業の拠点が集まり、1990年代前半には世界の工場化が進んでいきました。各メーカーは中国で生産することで製造コストを抑え、収益アップを図ったわけです。しかし近年は事情が変化してきており、中国で生産するメリットよりも中国生産するリスクの方が深刻な問題となっており、中国からの撤退がニュースとなっています。中でも最先端テクノロジーである次世代半導体については、政治の世界でも自国の国益を考え、中国を規制する動きが目立っています。今回は日本が中国やロシアなどへの最先端半導体装置の輸出規制を発表したことにフォーカスします。この動画では、日本が半導体製造装置の輸出規制に踏み切った理由や、脱中国が加速している現状について解説していきます。2023年3月31日、経済産業省はアメリカ主導の半導体製造装置の対中国への輸出管理の厳格化に伴い、関連省令の改正案を発表しました。これにより、中国に向けた先進の半導体製造装置の輸出には、経済大臣の事前許可が必要となり、事実上の禁輸措置として捉えられています。この政策には、アメリカの意向が強く反映されているとされ、アメリカで知的財産権の保護という名目で行われている対中禁輸措置の強化に従ったものです。公表された省令の改正案によると、半導体の製膜、熱処理、露光、エッチング、検査の6分野で用いられる23の装置が対象となっています。これらの装置はシリコンウェハーと呼ばれる基板上に回路を形成して半導体を製造するのですが、その全段階に使われる装置です。この分野は日本が非常に強い競争力を誇っており、代表的な企業として東京エレクトロン、レーザーテック、スクリーン、ニコン、キャノンなどが知られています。例えば東京エレクトロンは売上高で世界第3位の半導体製造装置メーカーで、基板に感光剤などを塗り付け、光を当てて回路を描いた部分を薬液で溶かす工程を行う装置は、世界シェアの約9割を占めるとされます。つまり中国にとって、この前工程の装置を入手できなくなることは、半導体産業にとって致命的な障害となってしまうことになります。中国商務省は日本のこの政策に大きく反発しており、日本側が日中の半導体協力を阻害しようとするなら、中国は断固たる措置を取り、自らの合法的な権益を守ると警告しています。ちなみに輸出先がアメリカや台湾などのケースは規制の対象外です。日本が半導体製造装置を輸出規制する理由は、もちろん先ほど説明したように、アメリカと中国の対立が深まっていることが理由の一つです。しかし、それよりも大きな懸念は安全保障上の問題といえます。中国は現在、尖閣諸島などで日本に軍事的な圧力を強めています。軍事面から見ても、先端半導体は最新鋭の軍事装備に欠かせない部品となりつつあるのです。次世代半導体の用途は、一般的に人工知能技術や第5世代移動通信システムなどに使用されます。ただ軍事的な側面として、コンピューティングパワーそのものに大きな意味があります。例えばミサイルの弾道計算、戦略、戦術立案のためのシミュレーションなど、軍事では活動のすべての面で計算能力に依存しています。相手の一手先、二手先を読み、その裏を書くことが戦場での勝敗に直結することから、日本やアメリカは中国にその部分で優位に立たれることは絶対に避けたいのです。そこまでの警戒感を見せるのは、中国が2017年に制定した次世代人工知能発展計画の影響も大きいといえます。この計画には、2030年までに人工知能技術を世界トップレベルに引き上げ、国防力などを向上させるという記述があります。
AI を搭載し知的に動作する兵器の開発が各国で進められていることは当然ですが、中国の軍事力強化を阻止するには AI 関連技術を構成する次世代半導体の開発を食い止める必要があるというわけです。世界を見渡してもロシアによるウクライナ侵攻でドローンなどの最先端テクノロジーを駆使した兵器が活躍しており、次世代半導体は軍事物資としての側面が強まっていることは間違いありません。さらに中国に関しては台湾有事の可能性も高まっており、軍事的なパワーバランスにはどの国もこれまで以上に神経を尖らせています。民間分野でも次世代半導体が重要な役割を担うことは確実で、中国に経済面でも独占されないようにするという思惑もあります。経済の面でもアメリカ、日本 VS 中国の構図が強まっており、次世代半導体のニュースもその一環であるという見方が強いです。日本が誇る半導体装置についてお話しします。日本半導体製造装置協会は2024年度の日本製半導体製造装置の販売高が 4.4 兆円になるとの見通しを発表し、5年連続で過去最高を更新する見通しです。実際2022年度は2021年度比で 17% 増を予測しており、この巨大市場で約2割近い伸びを見せるというのはいかに需要が高いかを物語ります。売上高ベースで評価した場合、トップのメーカーはアメリカのアプライドマテリアルズです。第2位のオランダの ASMK とともにトップ争いを続けています。日本勢では東京エレクトロン、アドバンテストなどが有名で、これらのメーカーは次世代半導体を製造するための装置開発などで高い技術力を持っています。日本の半導体は1980年代後半から90年代初頭に隆盛を極めました。しかしバブル崩壊や新興国での半導体製造が台頭したことなど、さまざまな要因でその地位を失ってしまいます。半導体を製造して販売するというシンプルなビジネスモデルが成り立たなくなったとき、日本のメーカーは高い技術力を必要とする高付加価値商品に活路を見出します。その結果、半導体製造の前工程、特に半導体製造装置の開発にビジネスチャンスを見出したのです。日本の半導体関連メーカーとして有名な東京エレクトロンは、半導体製造装置メーカーとして世界的に突出した存在であると評価されています。東京エレクトロンの売上高は1兆円以上で、業界でも大きな影響力を持つ巨大メーカーに成長し続けています。次世代半導体が求められる中で、それを製造するための装置がこれまで以上に重要な役割を担うことになることは間違いありません。つまり日本の半導体関連テクノロジーがクローズアップされることは確実と言えます。今回の日本の次世代半導体の輸出規制ですが、もう一つ強い印象を与えているのはやはり脱中国です。中国は製造業において世界の工場として大きな役割を担ってきましたが、メーカーにとって中国は魅力的なものではなくなっています。例えば技術流出の問題や人件費の高騰など、これまでの中国の魅力が薄れていること、さらに共産党の一党独裁の体制に起因するリスクなど、中国離れの要因は色濃くなっています。そのため半導体産業に限らず脱中国が進んでおり、日本の各種メーカーも撤退を決断するケースが目立ちます。半導体に限って言えば、中国が2017年に制定した次世代人工知能発展計画に代表されるように、国家としても非常に重要視している分野といえます。中国製造2025という中国の経済面での政策方針では、中国国内での半導体自給率を2025年までに 70% に引き上げるという目標を打ち出しています。世界中の電子機器を製造する中国の半導体消費額は世界の総消費額の約 50% に達していますが、その自給率は低迷しています。2021年の中国の半導体自給率は 15% 程度で、しかもそのうち 9% は外資系の工場で作ったものです。
つまり純粋な中国企業が作った半導体は総需要の 6% しかありません。このように中国政府による自給率を向上させようという取り組みはうまく結果に結びついていないといえます。結果、日本の今回の政策に中国は反発を強めているという背景もあります。逆に言えば、それだけ次世代半導体の製造は中国の泣きどころになっているとも言えると思います。今後、さらに次世代半導体をめぐる動きは激しく、加熱していくことが予想され、その影響度は非常に大きいため、私たちも注目していきたいところです。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があれば、コメントいただけると幸いです。そして、この動画が良かったらグッド評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。皆さんの応援が励みになります。また、Twitter と LINE でも発信をしております。リンクは動画の概要欄に貼っています。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。それでは、今回の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。